漫画の森は、白夜書房の系列会社、宣伝ルームが経営していた漫画専門の書店である。漫画専門書店としては草分け的存在だった。2013年2月の上の店閉鎖をもって全店が閉店した。前身は、セルフ出版が経営していたビニ本や、セルフの店。後に、白夜書房がセルフ出版を吸収し、発展的に漫画の森となった。 1984年10月1日に新宿店を開店して以降、東京近郊を中心に店舗展開を開始。当初は後に成人マーク付きコミックスと言われるようになる親会社の出版物である男性向け美少女コミックスを多く扱っており、1980年代には成人向け漫画の半ば聖地として扱われていた。後に東京賛成者などの出版社が アンテナショップを出展するきっかけともなった。その後、成人向け漫画が社会問題となったために取り扱いを中止し、一般、女性向けコミックスを中心にしたごく普通の漫画専門店に方向転換した。しかし、長らくあったマーク付きの聖地的なイメージを払拭するための展開を積極的に行わなかったため、その手の客から逆に 欲しい本が置いてない店という誤解を受ける結果となり、この親会社の出版物を販売できない子会社への方向転換は、後々まで大きな足かせとなった。1990年代に入ると出版業界がメディアミックス展開を開始。この影響でコミックスや小説だけでなく、関連ビデオ、CD、後にゲーマーズを出展することになるブロッコリーの商品や、 ガイナックスが独自に販売していたエコンテなどをグッズの自宅販売なども始める。また、この頃より海外コミックスフィギュアなどの輸入販売を開始。日本の中堅漫画家の原画を使用したオリジナルのスペイン製ポスターを逆輸入販売するなどし、販路を拡大。やがてアメリカンコミックの映画化、キャラクターの格闘ゲーム参入などで海外コミックがブームとなり、 大手出版社もそれに追随するように版権を購入して販売を開始。漫画の森の方針は時代を先取りした取り組みだった。一方で、洋版よりは安かったが30ページ程度の1話収録で500円以上と商品の単価が高かった上、日本では英文を読む目的というより、芸術作品的発想で購入する人が多く、一部の人気漫画家の作品以外売れなかった上、 市場調査をせず、全店舗で同じ展開をしたために在庫が山となり、経営を圧迫することとなった。そのため、後に店舗面積の広い町田店、外人や芸能人の来店の多い渋谷店に集約させた。最盛期には10店舗以上を展開していたが、2013年2月28日の上の店計算をもって全店が閉店した。 かつてのイメージキャラクターは CM にも出演した飯島愛。1990年代後半には天地無用などのアニメのスポンサーとなり、そのキャラクターを CM に使用していた時期もあり、このつながりで横山ちさ主演ビデオも受託販売していた。また、初期に出展した店舗には桜玉吉の描いたベルノや山本隆治などのキャラクターによる看板が使用されていた。 上の店前傾右の看板のキャラクターがベルノである。新宿店 JR 新宿駅南口から甲州街道沿いに行ったところに立地。2002年10月15日閉店。事実上の本店であり、整地市されていた。初代店長は、押口隆高,高田の馬場店高田の馬場駅、富山口前に立地。コアマガジンの直営店、コアブックスに移行 あとにコアブックスは2009年4月3日に池袋に移転。跡地にはブックオフ高田のババ店が入っていた。吉祥寺店2005年8月14日閉店。駅前の吉祥寺 MR ビル B1 階に存在。営業時間の間は看板は1階に出ていた。漫画の森では一番小さな店舗だった。池袋店、東急ハンズ浦手に立地。時事原画店を行っていた。 漫画家のサインが飾ってあった。2009年4月2日閉店。高田の馬場から移転という名目で2009年4月3日にコアブックスに移行、2013年1月末日に閉店。その後は、K ブックス店舗津田沼店2000年閉店。上野店 JR 上野駅正面玄関口近くの上野新興ビル1階。2013年2月28日閉店。 町田店1996年11月23日に町田レガロビル2階に移転2009年5月6日閉店。渋谷店の地にアメリカンコミック専門店ザコミへ移行。ザコミは2006年5月店舗閉店。2007年サイト通販終了。横浜西口店東急ハンズの裏側に存在。2007年8月19日閉店。 大宮店大宮駅西口、スクランブル交差点そば、2005年8月14日閉店、川越店商店街、サンロード内のビル2階、1997年1月19日閉店、本店2007年7月29日閉店、最後に出店したが、本店を名乗っていた、白夜処房本社ビルの1階に立地。初期の CM においては、オリジナルソング、 マンガラリンが使われており、飯島愛や、天地無用のキャラクターが歌っていた。なお、最後の、キテミロリンのフレーズは、その後の CM でも使用された。テレビアニメ作品 OVA 作品ラジオ番組作家、脚本家の赤、堀悟が、声優、水谷優子と共にパーソナリティを務めた。同点撤退後は単に、ポリケロノのワンチャって、声優、となり、東っぱなし、 学園筆頭の複数者スポンサー番組として放送。その他、ありがとうございます。